下北沢で英会話、ちょっと見づらいな。まあ、Google で下北沢で英会話でね、うちの学校に行きますね。下北沢英会話、韓国語、もちろんのこと、スペイン語、いろいろありますね。じゃあ、おぉ、また違うよ。じゃあ、みんな、はい、よろしく。元気ですか？元気でーす。今日も元気、元気なんて、頑張ってもっと韓国語勉強しましょう。そうですね。じゃあ、始めます。はい、こんにちは。いじいじ、韓国語レッスン、よろしくお願いしますね。僕のメントです。じゃあ、いじいじ韓国語、始まります。はい、焼肉屋に行くっていうところでね、前回終わったんですけど、はい、もうなんか、いじいじしちゃって、はい、ちょっとこう、なんか、肉をいっぱい食べて、次はいろいろ他のものも食べたいなっていう。そう、他のものって、じゃあ、次の、ね、はい、代表的な韓国の料理は何がありますか？はい、もちろん、キムチ。そうですね、キムチがなくて、うん、で韓国よりは言えないですね。はあ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 、ですね。なんか日本見たらなんか納豆みたいな感じで。もっとでしょ。もっとですね。ね、韓国納豆なくてもね、まあ。キムチはもう。キムチはもう。もうほとんど毎食。毎食。朝から晩まで。朝から晩まで。ずっと、はい。しかも韓国ではそれがタダでなんか一応なんか、うん、より頼んだら必ず来るんです、はいはい、必ず。なんか焼肉屋でも肉を頼むと必ずついてくると。キムチはどんなそう食事に行っても。はい、そう、かなり低いんです、韓国食堂。なんか日本だと結構300円とかね、400円とかしますね。だからそこらおかしいんですよ。おかしいね、韓国だったら。俺はしかもそれは食べ放題、食べ放題ね。でもそんなに食べれない。そうですね、なんかメインが食べられないから。そうだったらそんなにね。韓国人は毎日食ってるからあんまりキムチね。しかもキムチは、うん、さっきも言ったんだけど家で作るんですね。あ、だから自分の家のキムチ一番うまい。だから他のなんか店だったらそんなに食べないんだね。そうですね、本当にうまい店だったらまあ、はいはい、何回も食べるかもしれないけど、はいはい、でもなんかキムチが食べたい、うん、もう、うん、食な飲食なんか、うん、食べ物あるんですね。なんか、はいはい、例えばなんか鍋とかだったらなんかキムチがもう食べたいなとなる感じとかね。まあ焼肉もそうですね。そうです、焼肉もなんか肉とね、韓国では必ずというか、うんうん、僕の場合は、うんうん、そう豚キムチ、うん、豚キムチとかが大好きなんですね。だから豚とキムチは本当に合うんだから、それを混ぜたら、ね、キムチね、これは本当にもう美味しいです。じゃあ前回あの肉やりましたね、はい、今回はじゃあキムチです。キムチ、キムチいいですね。キムチにはいろんな種類があるって、ね、はい、いろんな、もういや一応なんか日本人がよく知ってる、はい、代表的なキムチ、はい、あとはキムチ盛り合わせに頼んだら必ず来る、うん、ベチューキムチは、ベチューキムチ、ハッサイキムチですね。ベチューキムチ、ベチューキムチ、ベチューキムチと、次はとキュウリキムチ、キュウリで、オイキムチです。オイキムチ、オイキムチ、オイというのはキュウリです、キュウリ。オイキムチ、これ、オイはキュウリです、キュウリ。だから、オイキムチはキュウリキムチのことだけど、なんか、なんていうかそれは多分言いやすいからかもしれないですね。ね、オイキムチ、そう、ベチュウキムチはあんまりないですね。言わないですね。じゃあ、オイ、レオくんとか言うと、キュウリレオくんみたいな。何言うの？なんでキュウリ？意味ないわかんない。じゃあベッチキムチとオイキムチ、はい、ね。ガクトゥギはですね。ガクトゥギ、これはガクテギという日本だったらガクテギと。これはガクトゥギです。ガクトゥギ、これはあと、うん、そう大根のキムチですね。あ、この形がその形をなガクトゥガクトゥギというそんな感じに言うから、うん、ここでガクトゥギと言いますよ。だって実はムーキムチですね。ムー大根はムーなんだけど、うん、ムーキムチと言わなきゃならないんだけど、うん、これだけガクトゥギと言いますよ。形を見て。形を描くってどういう？そう、その描く。角な形。ああ、はあ、大根。そう、大根角で切った形で、はい、その形で角とぎみたいな。日本語と一緒ね。角とぎ。はいはい。それで次は僕が好きな、うん、パーキムチです。パーキムチ。これは、ネギ。ネギのキムチ。ネギはパーキムチです。はい、これ本当大好きです。僕は美味しいです、ね、これも一緒になんか焼肉、うん、食べとき一緒に焼くと本当に美味しいです。うん、へー、でもあんまり日本ではないですね。匂いがきついのかな。そうです、そうか、はい、で僕大好きな、まあ、日本ではやっぱ普通はベッチュベッチュキムチ、ベッチュキムチ、そうですと、オイキムチ、オイキムチ、キュウリキムチですね、うん、これガクトゥギ、ガクトゥギ、そうです、ガクテギじゃなくてガクトゥギです。ガクトゥギ、それで、そう、うん、次はパキムチ、パキムチ、それで全部それキムチと言いますね。キムチ、キムチ、キムチじゃなくて、実はね、キムチです、キムチ、キムチ、韓国ではキムチ、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 韓国ではそう、その例えば、うん、写真撮るとき、はあ、じゃあ日本他にもまあチーズとかね、チーズとか、うん、ハイチーズ、ハイチーズとか、はい、でもキムチです。へえ。韓国でみんなじゃあはいキムチ。へえ。と言ってなんかそのスマイルが出るんですね。へえ。キムチ。そう。おいキムチ。おいキムチ。で皆さんももし韓国人と写真撮るとき、はい、じゃあ
じゃあはいキムチーと言ってください。あ、それ冗談じゃないんですね。冗談本当です。本当にやるんですね。本当にやるんですね。はい。まあ日本人もね、もともとね、イタリア人でもスペイン人もないから、はい、チーズもおかしいよね、日本人だったら。そうですね、はい、納豆みたいなね。納豆はちょっとなんか最後にイーの発音がいるとなんか自然的にイーになるから、はい、そう、チーズーみたいな、でもズーみたいな、ね、そうですね、それでもっと笑顔に出るから、わかりました、たこ焼きみんな、たこ焼きいいな。はい、たこ焼きたこ焼き、はい、いいか。じゃあみんな次から本当に、はい、韓国人最初の時、はい、キムチーと言ってキムチー、じゃあみんなキムチー、はい、それでもう国際交流バッチリ、はい、じゃあ、はい、今日もここまでやって、はい、また次のレッスンと期待してください、はい、じゃあ、ありがとうございます、ハムサミダー。